初乗りが24香港ドルでございます。ホテルからティムホンワン、北欧駅のティムホンワンに向かいます。徒歩14分ぐらいっていうことなので、ちょっと迷いそうなのでタクシーに乗ってしまいました。もう預設開启的、你不嬲你哋是要打个短码的嘛。すごいすごい、あのホテルだけなんかすごいおしゃれな感じだけど、周りはかなり雑多な感じですね。24でした。10分もかからなかったかな。東京駅っていうところにあるオリンピックシティっていう結構大きいショッピングモールに到着しました。到着いたしました。普段は並ぶみたいですけど、今5時半なので割とすぐに入れそうです。待たずに入れました。このメロンパンにチャーシューが入ってるみたいなのが有名らしいので、これをちょっといただいてみようと思います。どうやらこれに書くっぽいんですけど、なんかあれだね、英語も書いてないね。どうしよう、これ誰か口コミに書いてた気がする。英語ありました。黄色い紙の方には英語が書いてあるみたい。よかった。フワール茶が自動的についてきました。香港の味がします。うわすごい大きい、うわすごい。すごいね、ハスの葉だっけ、なんかこれ名物みたいに書いてあったので頼んでみましたけど、結構大きいね。これ何が入ってるのかな。椎茸、椎茸、面白い。おいしい、なんかいろいろ入ってる。お宝入り。いや、チョウフン、トロトロ、プリプリ。これ大好きなんだ。おいしい。何が入ってるのかは不明。お肉と何かの野菜。おいしい。来た来た。ちょっと小ぶりなメロンパン、これがなんか噂ですよ。これがあ、ちょっと熱々でございます。おいしそう。このメロンパン想像以上に美味しいです。あんまり皮がメロンメロンしてなくて、甘くて香ばしい、サクサクで、中がチャーシューがトロトロで熱々、これすごい美味しい。エビシューマイ、プリプリ。なんか結構エビが大きいミンチ、これも熱々だね。エビがあんまり細かくなくて、ちょっと粗めのミンチみたいな感じ。いやー何これ、あ、好みが入ってるね。あと花びら。隣の人は残してましたけど、どうでしょう。初めてだねこんなの。美味しいよ、すごいさっぱりしてる、ほんのり甘い。キャッシュオンリーでした。クレジットカード付加。いや世界一安いミシュラン、初めてティムホーワンやってきたんですけど、もう大変、想像以上に美味しかった。めちゃめちゃ安くて美味しかったです。あと1回ぐらい来たい。せっかく来たの
てティム・フォー・ワンがあるこちらのショッピングモールをちょっとだけ散策してみようと思います。なかなか大きい。ショッピングモールから目の前にタクシースタンドがあったのでそちらから乗ってみました。24ドル初乗りです。到着。すごい匂うって。蓋開けてパフパフしないしない。やめやめ。これだよ。デザート食べて外に出てきました。これから女人街に向かいます。ここがモンポック駅みたいですけど、とにかくすっごい人出で、木曜日なのにこれは東京でもソウルでもあんまり見ないぐらいの人混みというか人口密度がすごいギュッとしてます。ではでは、モンポックの街角にある両替屋さんで1万円両替してみます。
ロレックスの壁掛け時計。Hello. How much? 19. ドラえもん。プーマ、アディダス。そして左の大きい靴がリーボック。すごいです、スニーカーストリート。めっちゃくちゃいいかな。いい感じでいこう。